いとこドラゴンが実はね、まあ日本のね、日本の、まあ学校に通い始めることになったんですよ。いとこドラゴン。My cousin. I have my cousin dragon who's coming to Japan. でね、日本のね、学校に通うことになったということで、まあ、そうなったらさ、日本の学校に通うってなったら、まあね、住む場所とか、そういうのいろいろ、まあ、4月からね、私の、実家の方にね、泊まりに来たのよ。まあ、それで、ちょっといとこドラゴンがね、うちに、うちっていうか、まあ、私、かなここハウスには来てないけど、実家の方に来てたんだから、私もね、久しぶりに、かなり久しぶりに会いますから、まあ、その時にね、妹ドラゴンもさ、まあもちろんね、いとこに会いたいから、久々に、いとこドラゴン。いとこドラゴンってね、もうほんとね、卵ね、生まれた時から知ってるぐらいね、もうちっちゃい時から私知ってるね、男の子なんだよ。男の子。ママドラの兄弟の、お子様だね。もう卵生まれる前から知ってるね。もう超ちびっ子。幼馴染じゃない。馴染んでない。全然。馴染んではないんだけど、まあ、いいとこだからね。血が繋がってますからね。そういう関係で、でもすっげえ久しぶりに会ったんすよ。もう超久しぶり。もうクソガキになってたね。もうクソガキ。本当びっくりしちゃった。この間まで赤ちゃんだったのにね、なんか身長がね、私と同じくらいになっちゃってさ。 誰よその男。いや、いとこだよ。いと男の子のね、いとこだよ。 そう、クソガキがさ、なんか偉そうな顔してさ、びっくりしちゃいましたよ。子供が大きくなるのとても早いね。そう、でっかくなってね、身長もいつの間にかね、私よりちょっとだけちっちゃいくらいかな。いつの間にかあんなでっかくなっちゃって、だって最後に会った日のは数年前なんですけど、まだちっちゃくて、私がね、遊んでよ、お姉ちゃんって言われてて、仕方ないなって、私がそいつをピョンって持ち上げて、うーんってブン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 って振り回してぶん投げるっていうのがね、まだできたか。まだできたんだよ。それがまだできるレベルのクソガキだったんですよ。その子は飛竜種。その子はもう飛竜種。同じ。ブン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 ってね。まあ、それぐらいの私が遊んであげたのはぶん投げる。そう、ぶん投げられたがってたから。もうね、肩死ぬかと思った。私もまだその時ね、まだチンピラだったから、弱々しかったんで。今もやってもらって、無理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 、もう持ち上げられないよ。重すぎるもの。頃まだチビチビだったからね、クソガキ。どれぐらいクソガキかというと、その子のママに、帰るよ、あなたもう遊ぶ、今日も帰るよって、言われたら、嫌だよ、もっとお姉ちゃんと遊びたいよって泣き出すぐらいクソガキ。で、泣き出したら、うるせえ、帰るんだよって言って、ママに胸ぐらつかまれてビンタされてた。あそこのママ怖いんだよね。あそこのママちょっとね、怖いんだよね。うちのママドラの、妹さんなんですけど。さあ、ちょっと大騒ぎ。それぐらいの時が最後で、なんかね、声も低くなっちゃってさ。で、久々に会ったらなんか声低くなってさ。顔長くなっててさ。びっくりしちゃったよ。やっぱ男の子ってすごいね。で、なんか恥ずかしがりになっちゃってさ。全然喋ってくんないの。喋ってくれなくなっちゃった、いとこ。なんかちょっと聞いても、あね、どうの学校で、好きな子いんのとか聞いてもさ、いない、なんだよ、なんて言ってんのかわかんねえよ。 っていう感じでね、そのいとこがね、いたんで、まあそれで久々にね、まあコロナもありましたから、なかなかね、家族集まることできなかったんで、まあこの間久々にね、会うことができまして。それでね、ちょっとご飯食べて。あれだ、フォールアウトフォールの配信をしようと思ったんですけど、ちょっと家族のあれで延期するねって言った日だね。あれ。
ちょっとフォールアウト4のね、すいません、予定入れてたんですけど、ちょっと延期させていただいちゃいました。家族の方が大事。ありがとう！でもね、すごい、久しぶりだったんですけど、全然顔もね、顔も長くなっちゃって変わっちゃってたんですけど。でもまだ、やっぱ可愛いもんだよね。クソガキだよね。もう大人の入り口にね、入ろうとする年齢に近づいてますけどね。でね、毎回会うたびにね、私ね、いつも、これでもセクハラなのかな？セクハラになっちゃったら申し訳ないんだけど。まあでもまあセクハラになっちゃうのかな？私結構久しぶりに会うたびにね、いとこの男の子にね、脇毛生えたって聞いてたの。気になるじゃん！どこまで成長したのか気になってさ、脇毛生えたって聞いてたんだけどな。そう、なんかそこまで行ったか、みたいな思いたくて。ダメか、これ。セーフ ?NG? あ、NG! セクハラです。すいませんでした！そうか。やめて。厄介なんだ。厄介人席だった。ごめんなさい。そうか。みんな、こうやっちゃいけないやつやってたか。あー、クソドラゴンしちゃった。すいません。恥ずかしい。厄介ここすいません。すいませんでした。思春期には刺さる。パパドラの血を感じた。すいません。すいませんでした。I'm sorry。そう。親戚の姉ちゃんに言われたら困るもん。パパドラの血か。なんだ。厄介の血か。最悪だな。そう、今回初めて答えてくれなかったね。多分これは。入ったね。そういう時期に。入ったね。と思ってね。まあ、妹ドラゴンはね、来てね。妹ドラゴンはね、なんか彼女できた。なんか学校、彼女できたことあんのかいとかね、いろいろね、もう厄介。私より厄介なんで。厄介妹ドラゴン、厄介親戚の姉ちゃんしてたんですよ。で、そしたらね、妹ドラゴン、これからな、人生経験が大事なんだ。人生経験は、って言って。人生経験の大切さをね、語り始めたんですよ。その子の前で。でね、私のパパドラとかママドラとか親戚ドラゴンとか、みーんなね、みーんないる。まあ、みんなって言ってもその数少ないですけど、まあ、パパドラとママドラと妹ドラだけなんですけど、みんなって言っても。いや、今みんなって言うとね、なんか大人数で集まったみたいな言い方になっちゃって、ちゃんと言っときますけど、そんなにみんなじゃないっていう、ことは言っておきましょう。でね、そう。で、集まった時に、まあ、妹ドラゴンがね、語り始めちゃったんですよ。で、わ、始まった、めんどくせえなって私思ったんですけど、まあ、ほっといて。そしたらね、妹ドラゴンがね、でね、自分のね、今までできた彼氏の話とかさ、妹ドラゴンがね、もうその子の前で語り始めたわけ。いやー、過去ね、まあ、私には、こういうやつがいて、あ、でも、こういうやつもいて、あ、でも、こういうやつもいたわね、みたいな。でもこんなやつはマジ最悪。これはもう終わり、みたいなね。自分の、まあ、妹ドラゴンね、失敗しかしてないんでね。まあ、失敗はね、参考になるんで。まあ、聞いといた方がいいな、っつってね。私も聞いとけって。あいつの人生ずっと失敗してるから、結構面白いぞ、つって。聞いとけって言って。